新兵徳は中華人民共和国の軍人。中国共産党中央委員会委員、党中央軍事委員会委員、国家中央軍事委員会委員、中国人民解放軍総参謀長。最終階級は上昇。1961年4月、中国人民解放軍に入隊する。1962年3月、中国共産党に入党。 1964年8月、小隊長に任官。その後、軍司令部作訓ところ参謀を務める。1971年2月、師団司令部作訓下副課長、後に課長を務める。1974年2月より、連隊参謀長、師団副参謀長、連隊長を歴任。1979年4月、 第178師団参謀長に任命。1979年9月より、軍事学院で学ぶ。1982年6月、第179師団長。1983年6月、第60軍副軍長。1983年9月から1985年7月、軍事学院高級式班で学んだ後、 陸軍第一集団軍副軍長県参謀長に就任。1988年、少将に昇格。1990年6月、南昇陸軍学院院長。1992年8月、陸軍指揮学院院長。1993年2月、第一集団軍軍長。同年12月、南京軍副参謀長。1995年、 中将に昇格。1996年1月、南京軍区司令院に就任。1999年12月、西南軍区司令院に転任。2002年、上昇に昇格。2004年9月19日、第16期4中前会において、補近党が、党中央軍事委員会主席に選出されると同時に、陳も、軍事委員会委員に増補され、 総装備部部長に任命された。2005年3月14日、第10期全国人民代表大会第3回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に、増補される。2007年9月、中国人民解放軍総参謀長に任命され、同年10月22日の第17期一中全会において、当中央軍事委員会委員に再任。 2008年3月16日、第11期全人代第1回会議において、国家中央軍事委員会委員に再任される。2012年10月、総参謀朝食を退任するとともに、同年11月の第18回党大会において、党中央委員会委員に選出されず、党中央軍事委員会委員を退任した。2013年3月、国家中央軍事委員会委員を退任。 中共第15、16、17期中央委員。中共第16届中央委員会第4次、全体会議候報4、中全会館を調整充実中央具に、蘇生人員的決定中華人民共和国全国、人民代表大会広告中国共産党、第17届中央委員会第1次、全体会議候報中華人民共和国全国、人民代表大会広告。 ありがとうございます。